連勝は錦木ただ一人です。この辺りで愛知県体育館からお別れします。さようなら。相撲が終わるとこやったのか、無事になっちゃったのか。ということで皆さんこんにちは。このところなんかね、ギリギリマニアにも至らぬ外でっていうのがね多いんですよね、多いんですよね。本当にちょっとね参ったなっていう感じ。今ネタ帳を片手でそろそろと探して、あ、ネタ帳はある。これね、無印良品で買ったんですね、うん、なかなかシックな感じのねノート。それで大きさがあの B5 サイズっていうのかな。でいろいろこの字がね、まさにミミズが乗ったくったような字で、飛び出すビルディングの壁面が、これもやったんだよね。それから、金髪店員の大きい50円で良いですか発言に耳を疑うが点点点点。それから魚の形の建物、魚の形の建物っていうネタはそのインターネットに画像が出てて、本当に魚の形の建物なんですよ。まあ多少もちろん抽象化されてて、そのなんていうかむちゃくちゃタイだったらタイの形そっくりの建物じゃなくって、まあ子供がお絵かきでね、これ魚とかって書いて、こう丸い楕円があって後ろにこう尾びれがついてて、上に背びれがついててね、で目玉がくるっとあって、ああいう感じ。うん、だからその建物2つしかもね乗ってましてね、これ皆さんに見ていただく日が来るのがね楽しみですよ。魚の形の建物のってことでね、本当に魚の形の建物なんですよ。高さがね3階建てとか4階建てとかの建物で、立ちようだったらね縦にラーッと長く立ちようが踊ってる形になるでしょうけど、立ちようではないので高さ3階とか4階で、横にすなわちドバーって長いわけだ、横にドバーっと長いわけだ。でも見てすぐにもう、あ、魚の形、これがね尾びれもついてるわけですよ、尾びれもついてるわけですよ。だからもう確実に目も両方の建物ともなんか見るからにすぐ見て、あの、あ、なんか抽象的なじゃなくって、かなり具象的に魚の形を描いている、魚の形の建物っていうのがあって、これをまたね見ていただける時が来ます。時をとても楽しみにしてください。で今魚の形の建物の話して、魚の形で建物で私の頭の中ではインスピレーション、うなぎの寝床っていう言葉がねほわんって思い浮かんだわけですよ。うなぎの寝床、ちょっと待って、寝床だから寝るところか、うなぎだ。私のイメージではそのうなぎのような長屋みたいな感じとしてこの言葉を思い出したんだけど、うなぎの寝床、ちょっと待って、ネットで調べようにもスマホでわざわざ調べるほどのこともないと思うし、うなぎの寝床って何なんだろう、うなぎの寝床、うなぎの寝床、スマホで調べようか、なんか気になる言葉だ。これね、スマホ、This is the スマホ。ところがこのスマホね、なんかね、割とそのモデルがいろいろあって、誰でも買いたいすごいカメラの性能がいいモデルとかあるわけじゃないですか。で、これどっちかというと、あんまりそのスマホのことをよく調べてないけど、とりあえず買わないといけないっていう人に、押し付けるっていうかね、ちょっと安いからもう安いからこれにしとこうみたいな感じで、そういう方でね使い勝手がねむちゃくちゃ悪いんですよ、むちゃくちゃで。今もなんか変な画面が開いてるから、
それを消すとかって言ったら全体がこれ真っ黒けで落ちちゃってる。で電源切る、再起動とかってね、こういうわけの若い女の鬼みたいなね。でまたこいつがね、電話がかかってきて電話鳴ってるの分かってるのに、この画面になりましたけど、どうやったら電話に出られるかが分かんないっていうね、鬼のような。だから電話なんだから電話が出れるのが第一でしょ、第一義でしょ。他なんかインターネットできるとかアプリが入ってるのは第二第三の事柄なんであって、確実に電話に出られるようにしろよっていうね、文句をね言いたいわけですよ。だからこれ買ってから後にもっぺんガラケー型の電波は 4G というスマホを買ってしばらく使ってたんだけど、なんか差し障りが出てきてまたこっちに戻してるわけなんですね。あれガラケー型のなんかで、あの電話帳とかはうまい具合にあっちからこっちへ、こっちからあっちへっていうねできましたけど、なんかこの最初のねホームページがうまく、こう今こういう画面ですけど、私は何をしようかとしてるかというと、スマホでうなぎの寝床という言葉を調べようと。うなぎの寝床って一体何なのか、ね、魚の形の建物っていうのをやって、そしたら、あの、うなぎの寝床っていう言葉が、イマジネーションでファッと湧いてきたから、イマジネーションファッと湧いた時は、なんか長屋のことを指して、で長屋のなんかある形状のものをうなぎの寝床で、家のことがとにかくうなぎの寝床ってなんかそういうインスピレーションだったんだけど、言葉に出してみるとうなぎの寝床なんだからね、寝床なんですから、あ、建物のことじゃなくてもっと別の意味うなぎの寝床って、まあ比喩としてはうなぎってのは長いわけですよね、長いわけですよ。でああいうそれが住んでるというかお休みになるベッド、うなぎの寝床、まあ長いものであることは確かでしょうな。ただその実態は一体、またねスマホがね消えちゃってね、消えちゃって今真っ黒けなんですよ。で横の電源ボタンを押して、電源ボタンを押したら電源切る、再起動とかこんな聞いてる。それ無視してここをパッとタップしたら、さっきは運よくトップページに行けたんですけど、これねメモリーがギュウギュウっていう問題点もあるかもしれない。だからあの刺すやつね、でここまで出るんだけど、全然このアイコンがないでしょ、アイコンが。それでこの鍵マークは溶けてるからロックは外してる。どこを押したらアプリのアイコンがあるのかなってやってたらまたふっと消える。電池はあるんですよ。一つね、その電源、あの AC から DC に変えるやつ。で大体あれ iPad とかいろんなものは使い回しができるわけですよね、端末というか、その AC からつなぐ四角いね電気を交流から直流に変える、 100V から 6V なのかな。でこれを USB、 これ A 型っていうんですかねが挿して、だからこれで電源を取る機械はみんな共通して使えるようなね、その電源のあれなんていうのかね、ああいうのの専門の名前って案外、だからうなぎの寝床が結局調べられませんでした。調査不可能ということで、なおかつ私の脳細胞の中からは出てこないので、どうしてもですね外部のものに頼らないといけないんだけど、スマホが開けられない、うなぎの寝床の話はまた今度っていうことですね。それから TikTok アインシュタインの小さなミス、
これ覚えてないな。ブッブッくブッくけ力ちょっとこれまあネットでアインシュタインの小さなミスって調べたら出てくるんですよね。で今は全く思い出せません。それからダークマター&ダークエネルギーの謎に迫る宇宙望遠鏡のなんとかかんとかってね、私らが子供の時に習った宇宙に関する話、まあたかだか40年とか50年前と全くこの科学が塗り替えられてしまってる。だから宇宙っていうものは星とかね、星の上に生きてる生き物とかそういうもの以外はその真空って思われてるわけじゃん、ね、S さん、あらまた車、こちらも車、移動のバスの中アイコですねとか、バスの中で聞いてくれてるんだ、こういう熱心なリスナーがおられて私の日刊生放送はね支えられてるっていうことでね、かようなありがたきことがございますよ、ね、そういうことですけど、その宇宙は真空で、そのもっと前の時代は結局エーテルっていうものに満たされてる、ね、近代以前はその宇宙空間何にもないとこにエーテルというね、エーテルっていうのは液体の名前ですし、もう一つはそこから着想したあの松本零士さんのですね、銀河鉄道999に出てくるキャラクターの名前がエーテルですね。で、宇宙の旅をする機械の体を求めてですね、銀河鉄道を乗って、名前なんだっけ、ゴローじゃなくってなんかそんな感じの名前、うん、で、あれ原作とかアニメではなんかこう三頭身少年っていうかね、ずんぐりむっくりのそんな男前とは言えない、まあ冒険心だけはすごくあるんだろうっていうようなね、元気のいい、元気がいいんだけど、非常にこうなんていうかな、深くものを考えたくなるような、そういう少年で、映画版でね、あれがちょっとあまりにも男前すぎだろって、スタイルもスラッとしてみたいなね、そういうのもありましたけど、エーテル、エーテルのモノマネをしようと思って私のこう脳内のデータベースをブブッと検索してるんですけど出てこないですね。松本零士の作品でそういう女性キャラが出てくるのは、あの宇宙戦艦ヤマト、あれもう宇宙戦艦ヤマトなんか話題にならなくなったって、話題にしにくくなったっていうんですかね、人類なんか核戦争をまた大規模にやっちゃって、放射能まみれになっちゃって、それを放射能っていうのは人間の科学力で除去したりね、短い時間で薄めたりとかできないわけだから、私はイスカンダルのスターシアね、イスカンダルっていうとこから通信が来て、もう地球人がとっても大変なことになってるね、核兵器で、核に汚染されてる地球になんとか救いの手を差し伸べてやりたい、だからイスカンダルまで取りに来ることができたら、クリーン、コスモクリーナー、コスモクリーナーの設計図をくれるのかな、実物をくれるのかな、であれ毎回ね、人類滅亡の日まで1687日とかってね、あの数字の根拠何なんでしょうね。ほらそんな予定で何度も何度か言うとっても、ものすごい特に生命力の強いやつがいて、一人しぶとくね、その出てる数字よりも1ヶ月も2ヶ月も長く生き残るかもしれないし、特殊な環境のところに行ってもっと長く生きるかもしれないのに、そもそも人類滅亡の日まで何日だから、やっぱり小学生の我々がね、中学生の我々がそんな見てもね、そこまで想像力は及ばないと、まあ漫画家のやったもん勝ちですよね。なんかそうした方が緊迫感が
分かりやすいじゃないですか。ね、とっても危機的なんですとかって言ったって、抽象的で分かんないわけだから、あと1060何日で、ヤマトが、宇宙戦艦ヤマトが帰ってこなかったら、人類が滅亡するんだってめちゃくちゃ分かりやすいやん。ね、物語の進行上も、千何日まで、あと千何日まで、何日、千何日決まってるんだけど、そんだけしかない。その中で、毎回、どんどん物語が進んでって、人類滅亡の日がもっと短くなっていく、800日になり、600日になり、ということでね、こう、子供にも、この事態の緊迫感っていうのが分かりやすいように、ね、やってたわけですけども、なんでそこになったかというと、メーテルの喋り方とか声とか思い出せないので、イスカンダルのスターシア。これはよく覚えてね。で、スターシアのことを歌った、あれ、エンディングテーマかな？それとも挿入歌かな？あの子が降っていた真っ赤なスカーフ、誰のためだと思っているのか、誰のためでもいいじゃないか、パラララララ、みんなその気でいればいい、わわわわ、旅立つ男の胸にはロマンのかけらが欲しいのさ、欲しい、ララララララ、うー、ララララララ、うー、ララララ、真っ赤な、タラララララララ、スカーフ。この歌で1分以上費やしてしまいました。我ながらね、この歌を歌う歌声は割といい声だなとかって自分で感心しながら、世話ないよね、本当に世話ないよね。アニソン、昔のアニソンが好きなんて本当におじさんの典型だよね。やだねって言ったって、もう自分の脳みその中にあることしか出てこないんだからね。もっと最近の歌を歌えばいいのかもしれませんけどね。で、メーテル、スターシア、あれ、宇宙戦艦ヤマト、そうそう、あれはコスモクリーナーを取りに行くって、だから今まさにリアルに人類が、日本人がコスモクリーナーが欲しいよってね、どっかの星からコスモクリーナーを送るから取りに来いって言ったっていけないよね。やっぱりあれは架空の話だよね。そんな、あれ宇宙戦艦ヤマトワープするんでしたっけ？ワープはしないか。あれなんか、ゲスラー相当だっけ？地球人が、イスカンダルに着くのをやたら邪魔するやつがいてね。結局そのゲスラー小相当とかそういうのが、宇宙の覇権を握りつつある。で、全部握ってしまおう。そのためにはイスカンダルがすごい邪魔っ気で、だからイスカンダルとしては地球人の助けを借りて、宇宙の平穏を取り戻そうって、ちょっとよく覚えてないけど、でそういう中に各ね、そのコスモクリーナーをプレゼントするよっていうのがあったのかな。あんまりよく覚えてない。もう子供だからね、そういうこと考えないで、毎回なんか映ってたら面白いなと思って見てたわけですね。それで他のネタがね、魚の形の建物やりましたし、海の近くの池、これもなかなかインパクトあるんですよ。クリフ・リチャードじゃないですけど、クリフって言ったら崖ですやんね。で、崖がそのまま海の中に突入っていう、そういう地形があるわけですよ、クリフね。で、下の方はもう海に突入ね。それでですね、まあ往々にしてその刑事物なんかでね、一番最後にこう刑事が謎解きするとか、もうちょっと規模が違うよね。海外のそういうクリフね、
ものすごいもっとその日本の刑事物の謎解き場面に出てくるのよりよほど規模が大きいっていうかね、そのまたその平たいところの平たさ加減がもっと平たいっていうか、切り立ってるところの切り立ち具合ももっとこう高いっていうかね、で一番底のところは海の中にズンとずっと浸かってると、もう垂直にズンと、ところがね、その平たい海の方にあと5歩ほど歩いたら海の中にヒューチョポンってチョポンじゃん、終わらないよねあのそういうキワキワまでね、湖があるっていう写真がインターネット上私見つけまして、だから私自分が題つけたのが海の近くの池ってつけたわけですよ。海に最も近い池って言うべきなのか、いやもっとその崖のこととかをタイトルに込められないんだけど、その海に切り立つ崖の上にある池とでも言いましょうか、の写真がね、だから事実は小説よりも大きなりだよね。そういう地形があるんですよ。でこれもまたやがての日に見ていただくっていうことがね、それからZ 世代がハマるカセットテープ、この話は昨日したのか、新譜も最盛期も充実だから、最盛期ね、プレイヤーの方ですね、昔の一番最初売り出した頃のウォークマンみたいな感じの、それをそのソニーとかじゃなくって、あれなんかね、音楽を演奏してやるところ、ちょっと名前ど忘れしちゃった、そこが売り出してむちゃくちゃ売れてる。それからカセットテープレコーダーがあったって、聞くテープがないといけないわけじゃないですか。だから昔のねビートルズのカセットテープとか私ね上野で買いましたね、いわゆる海賊版ってやつですね、海賊版だから学校の机ぐらいの大きさのね、ワゴンの上にダダダダダッと並べててね、1個100円とか海賊版よくねえなとかって思いながらね、もう数種類買ってですね、まだ家にあるかもしれない。「ディオリテッテイエローサンマリン、イエローサンマリン、イエローサンマリン、なんとかかんとかイエローサンマリン、イエローサンマリン、イエローサンマリン、チャンチャラン、チャララン、ラン、ラランランラン、ラランラン」ってね、これ中学の時に、中学の時から放送部に入ってまして、放送部の先輩で確か石田さんとかっていう名前の人がビートルズを大好きでね、でお昼の放送の時にかけるのに持ってきてるわけだ。だからそのイエローサブマリンのジャケットですよ、 LP 版のね、カセットのジャケットというか、そこにもその LP 版のイエローサブマリンと同じ絵柄、その絵も海賊版でしょうな。で音はかなり良くはないけど、まあ、あこんな曲だったなって確認する程度には弾ける。ところがそのね、今ねその Z 世代がハマってるカセットテープっていうことの中に、そういう機械を売るだけじゃなくって、新しい楽曲を今活躍してる歌手たちがあえてカセットテープで、だからネットでとかね、まあ、CD も廃れつつあるわけですけども、発表して、でもある曲とある曲とある曲だけはカセットテープだけでリリースしますっていうようなね、だからなんか彼らの感性から見たら、これはカセットテープにふさわしい曲っていうのがあるんでしょうかね、なんか聞いてみたい気がしますよね。だからカセットテープって音はやっぱりちょっと落ちてくるし、だからカセットテープしかない我々の時代は、あのシャーっていうね、ホワイトノイズ、無音の状態の時にボリュームいっぱい上げるとシャーってですね、ホワイトノイズってやつね。だから音がやっぱりテープですから、それが伸びたり縮んだりして
ちょっとこう、わふわったら、わふらったと、わふらったとかでね、わふわった音がちょっと早くなっても、その、こんな極端なことはないですけど、その音楽がリズムを刻んでやってるのは、なんか微妙にね、手牛が狂うとか、ね、そういう問題点があって、そういうものを克服した、カセットテープレコーダー。で、もっと高級なのはカセットデッキって言ったんですね。あの、デッキってどこから来たんですかね。船の甲板のことをデッキって言いますけど、あそこからついたのかな？多分そうですね。それからインド洋に存在する巨大な重力の穴の謎。これは2、3日前に、そう、これも、野外ライブで話して、また見せますねとかって言いながら、見せてない。いや、リンク貼って見たい人は見れるようになったんだかな。あ、確かそうかもしれないね。それから、じゃあ、パワーオブアート。味気もない壁がカラフルな家々に、あ、これもやったんだ。ね。これ聞いてわかる人は、もうディープな、私の日刊生放送ファンですよ。それから、天の天の川銀河面から宇宙粒子、ニュートリノ、なんたらかんたら。そう、一番最初話し始めたのは、ダークエネルギー、ダークマターですよ。で、なんでエーテルの話が出たかというと、我々が科学を習った、ね。科学の常識で宇宙っていうことに関しては真空なんだ。で、その前はエーテルという物質に満たされてる。それは昔の人の誤病を、誤病誤りですよ、真空なんですよって教えられてたはずが、なぜだか今最新の宇宙論で、しかも常識になりつつあるのは、ダークマター、ダークエネルギーというものに宇宙は実は満たされてる。しかも、燃え盛る星とか、そこを回る惑星とか、そういう天体は物質だから、質量があるわけじゃないですか。ね。それと、ダークマター、黒い物質、正体のわかんない物質、比べたら、ダークマターの方が、多い。ちょっと私の記憶では、なんか 90% とかが宇宙の中でダークマターで、星、恒星、惑星は 10% とか 20% に過ぎない。だから私らが小学生、中学生、高校生の時に習ったあれは一体何だったの、全く覆されてしまった。で、それは宇宙を観測してね、実際観測したらこうだった、こういうこと分かってきた。その中で宇宙はもう膨張しつつある。膨張しつつある。だけど、そこから導き出されるのは、エネルギーが絶えず供給されないと、こういうふうに膨張するはずはない。ね？エネルギー供給するものがあるはずだ。それが結局、まだ発見されてない未知のエネルギー、ダークエネルギー。それからダークマターに関しても、結局宇宙を観測して、だから宇宙の観測状況っていうのが今何、最新宇宙望遠鏡の最新なのはジェームズ・ウェブ宇宙望遠鏡ってやつですよ。ジェームズ・ウェブ宇宙望遠鏡、六角形の黄色い目がですね、ハニカム式に 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 枚だったかな、組み合わされて、その全てで宇宙からのね、光線、電波を捉える、ね、地上のように邪魔な電波が、人間が出す電波が非常に届かないところだからね。しかもその太陽光線に妨げられると、だから太陽から見て地球の裏側、常にこの太陽光線を地球の影に隠れて、いつも闇夜状態で宇宙を観測することができる、そういうね、ジェームズ・ウェッブ望遠鏡をはじめとして地上にあるものも、あるいは宇宙望遠鏡も、他にもいろいろ種類があって、そういうものでも、そしてそれを支援するコンピューターですよね。
そういうものを覚えさせておいて、今その前転観測して前転をもうメモリーしておくっていうプロジェクトは進んでるみたいですよね。何パーセントまでいったか分かりませんが、なぜやりたいかというと、どんな小さな変化でも、ね、変化が分かるには前と比べてここが違うっていうのは分からないとできないわけじゃないですか。だから基本的に、あ、ここがちょっと変わった、だからまあ例えて言えばね、学校の運動場のに、針をピュッと突き立てると、その針の穴程度の変化であっても分かるようにね、そのためには前転がこの瞬間どうだったかっていう前転記録がいるわけですよ。でそれを着々と人類は作っててね、正確に言うと NASA だかなんだかの技術担当者がねやってるわけですけど、それをもってあたかも自分がそれをやったかのように、手柄を取ったかのように人類はとかって言ってるわけですけど、まあ人類ってのはそういうもんですよね。前転のね基本図があって、それと比べて絶えず変化が起こってないか、それも人間の目だけでできないわけだから、コンピューターでできるようになってですよね。だからこうもう見た瞬間に、この方向を見た瞬間にもうちょっとでも異常があったらピピピピピピってパピピピとはならないと思いますけど、天文学者に分かるように、あー異変があったんだで、そういうことでまた発見されるものが多く、もううなぎ登りにいろんなことが発見されてる、まあそういうものの一つの集大成として、そこにこう物理とかね、そういうものも絡んできて、当然のことながら素粒子論ともかかってきて、ブラックマター、ブラックエネルギーということが当たり前の常識的なものとして語られるようになってる今の状況ですよ。ね、そういうところに我々は生きてるっていうのはね、どんなにすごい時代